作り上げてきた両校にとっては
大賛成でございます。このような歴史ある中、その中でプレーできることをまず幸せに感じてほしいと思います。昨年の平成も白熱した好ゲームでした。未だに記憶に残っています。今日仙台市高は連覇を目指し、仙台高は雪辱を期して臨んでいると思います。選手諸君には最後まで全力でプレーしてもらいたいと思います。このような中で迎える平時戦、応援団諸君も応援練習を積み重ね、そしてここに来ております。応援団諸君には選手に勇気と力を与える心を一つにした応援をお願いしたいと思います。次になりますが、今日のこの試合を迎えるにあたり、このような素晴らしい球場を提供していただきました楽天球団の皆さん、そして本日の試合を審判していただく審判団の皆様、そして本日の大会運営に当たられる皆様、すべての方に御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。また忙しい中、球場に足を運んでいただいた同窓会の皆様、保護者の方々、そして全ての観客の皆様にも御礼申し上げます。本当にありがとうございます。この試合が選手はもちろん、球場にいる皆さんの心に残るような素晴らしい試合になることを記念し、大会の挨拶といたします。選手の皆さん、頑張ってください。
仙台第二高等学校山田健一教頭先生。